様こんにちは。バルセロナよりピアニストの石崎久子です。今日はマラカオという、蒸しケーキでいろいろ見て試しに作ってみようかなと思って何人かの人に作ってプレゼントしましたらとっても好評でしたので、お届けしたいと思います。このケーキは香港でもよく食されているケーキだそうで、焼いたケーキとはちょっと違った蒸しケーキです。食べると、幸せな味わいですので、どうぞ試していただきたいと思います。いつもの通り、私の手抜きをした作り方で作ります。とっても簡単であっという間にできてしまうのでおすすめです。ただですね、蒸し時間が30分あるので、その間にお片付けしたり他の仕事をしたり、私の場合は練習したりとかしています。では、材料は薄力粉 120g、卵が3つ、それから蜂蜜が大さじ1杯、でもこれはお好みで増やしても大丈夫です。で、ココナッツオイルが大さじ3杯で、お醤油が少々ですね、小さじ2分の1ぐらい、それからこれがベーキングパウダーですね、これが約 8g、 これもお好みによって、それからお砂糖が本当は 70g なんですけど、私はあまり太りたくないので 65g ぐらいのお砂糖を用意しています。では始めましょう。それから、アーモンドパウダーとココナッツパウダー、これは入れなくてもいいです。今日はちょっと入れてみようかなと思ったのでここに用意しました。これはもう本当オプションでお好みです。まずココナッツオイルを3杯、今時期は寒いので固まっています。で、大さじといっても私はこのスープの大さじで測ります。これが3杯、このココナッツオイルは冬場は固まっていますので本当はあんまりおすすめできませんけど、私はこの遠火で温めて溶かします。先にですね、他の容器でチンして溶かしておいてもいいと思います。その方がいいでしょうけど、容器にココナッツオイルって冷めるとくっついてしまうので、私はこのようにして溶かしています。ココナッツオイルが溶けましたので蜂蜜を入れていきます。今日はこの大さじ2杯の蜂蜜を入れようと思います。ちょうどですね、これ温めているので蜂蜜もこの時に溶けやすくなっています。ではここに卵を3つ割り入れます。卵を割り入れると泡立て器のようなこういうものでよくかき混ぜます。で、この卵がきれいに混ざるまで、白身と黄身がちゃんと混ざるようになったら、卵が混ざりましたので粉類を入れていきます。少しベーキングパウダーをかかりたいと思います。だいたい 8g ぐらいです。では 120g の小麦粉と 8g のベーキングパウダーとお砂糖、私の場合は 65g、好みによっては 70g もっと入れてもいいと思います、を一緒に入れてふるいにかけていきます。これはですね、ベーキングパウダーにダマダマがあるので、よく潰すためなんです。これで
で入れていきます。お砂糖がなかなか入らないです。私はあの、アズカモレノっていうスペインの、この茶色い、カニャっていうものからできているお砂糖を使っています。これはあの白砂糖より健康にいいということなので、これを使って、この頃はいろいろなお砂糖が売っているので、少しずつ味が違うので試されてもいいと思います。はい、混ざりましたので、ここにちょっとアーモンドパウダーを小さじ2ぐらい、それからココナッツのパウダーも2ぐらい、はい、入れました。それで、こういうヘラでよくかき混ぜて、しかし あまりネトネトしないように、周りから混ざる程度ちょっと切るように、お醤油を少々です。小さじ2分の1ぐらいです。これでコクが出るそうなの でこれ外側からこうで混ぜていきます。あまりねったりしないようにだそうです。はい、この辺りで、蒸し器に火をつけておいてください。で、今日は、直径13センチぐらいのこのお椀を使って蒸しケーキですので、その中にオーブンシートをくしゃくしゃにして入れます。オーブンシートはちょっと大きいですけども、あまり気にしないでその中に入れていきます。はい、流し入れましたので、ちょっとこうやって泡を空気を抜きます。で、これで、湯気の立った蒸し器に入れていきます。入れていきます。これは非常に年季の入った、蒸し器で30年ぐらい使っております。よいしょ、はい、入れましたよ。これで30分間蒸します。弱い火で30分ぐらい。では時間が来ましたので取り出していきたいと思います。すごくココナッツのいい香りがあたり漂っています。では蓋を開けまして、この瞬間が一番いいですね。よく膨らんでいます。では今からこれを取り出してまいります。わあ、すごいですね、膨らんでいます。ではこれを今から取り出します。楽しみ。わ、ふわふわですね。お、こんな感じ。お、熱そう。どうでしょうか。美味しそうにできたと思います。では切り分けていきます。ここにちょっと生クリームを飾って、どうでしょうか、こんなにこういうことするから太るんですけど、まあいいか。それでは今日はここにミャンマーからいただいた美味しいジャスミンティーを添えていただきたいと思います。どうぞ皆様も最高のティータイムを。ではまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が
良かったと思われたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととても励みになります。また次の動画でお会いしましょう。